そう。よくも俺の手錠にかけた血と真珠を。しかも、どこへワープしやがった。まだだ。まだ終わってはいないぞ、水無し二宮。真珠が倒れても、まだまだ俺のチートマーターズはたくさんいる。追いかけて。なんてしつこいのかしら。呆れちゃいますわ。うっざ、こいつうっざ。いいかげん静かにしてもらいます。アファシスカンム、ビクトル・テールは、あなたの目的は私たちでしょ。シーナを怪獣したところで何の意味もないの。おばかさん、あなたたちは私たちの進化が気になってしようがない。もう。ノーバ、あなたも黙ってちょうだい。すみません。レヴィ、あなたには言っていないわ。あくまで私の邪魔をする。ならば力ずくで手に入れてやる。お前、あら、本当におバカさんなのね。あなたごときじゃ無理よ。殺してしまいましょうか。殺す？現実からアクセスしている私をか。やれるものならやってみるといい。過当で未熟な情報生命体が。やっぱり本心では見下していたのですね。ふさわしき末路をたどりなさい。無理に決め。よし、神獣を倒した。やったな。ありがとうございます。やる、あんたのチート。いや、シーナがだいぶ頑張った。あんなに機敏に動けるとはな。戦ってる最中、声が聞こえたんです。負けないで、絶対生きて。そうだ、あいつらの思い無駄にはできないな。よくやったぞ。始まるよ、エンディングだ。エンディングログアウトは機能してるな。よし、このエンドロールの後か。したまでだ。来てくれて、私嬉しくて泣きました。泣き虫だったな。最初は詐欺師だとか言ってたのにな。な
がまま言っていい？頑張ったから。なんだよ。よし、行くぞ。時はアグル社のビルだ。現実でも二宮やってやります。爆破テロ予告で研究所を混乱させて突入する計画だったけど、社長の言う通りその必要もなさそうだね。見て、入り口は開けっぱなしだよ。行こう。待て、時はビルから誰か出てきたぞ。あれは宗像さんじゃないか。リンさんだ。行こう、トキワ。うん。妹を盾に取られてね。本当にごめん。言い訳しても仕方がないが、奴らに誘拐者リストで妹の写真を見せられた。言うことを聞かないと殺すとね。それでだけど妹もう死んでた。何やってるんだろう。僕は妹だけじゃなく君たち仲間まで失って。くそ。中田さん、あなたが無事でよかった。リンさんがまさかここに拉致されていたなんて。宗像さんがいなきゃどうなっていたか。その通りだ。リンさんを助けてくれてありがとうございます。そう言ってもらえたら随分救われる。僕、リンさんが地下の施設に監禁されているのを見つけて、実際ちょっと眠いや。じゃあそこのビルの陰で休んで。ほら、リンさんと一緒に。ごめんね。リンさん、全然目が覚めないんだ。時は、お前はここで二人を見ててあげてくれ。地下施設に乗り込む気？シーナを起こして連れ出してくるだけだ。大丈夫だよ。アルタ君、地下の研究所は驚くほど広い。そうだ、これ持ってって。一部のロックされたドアを開けられるカードキーだ。すごいですね。格好ついたかな。十分です。あとは俺に任せてください。わかった。ここにいるから無理はしないでね。あ、じゃあな。うん。新た！ん？もう会えないとかやだからね。心配すんな。ちゃんと無事にシーナを連れて生きて帰ってくるから。うん。
Darling, life support device is availability of to maintain the neural device. Repair the life support system.こいつが無残な姿だが、誰にやられたんだ。それにシーナはどこだ。彼女の体はこの中にはない。水無し新た。誰だ。本来ならば貴様など影も踏める存在だ。無礼者が。我は時空を超え生き続ける永劫そのものだ。人という入れ物などではすでにない。何言ってんのか分かんねえよ。お前がカルト教の教祖か。ええものが。水がしあらた、我が深い慈悲により貴様に知識を授けよう。二宮椎名をログアウトさせたのは失敗だった。負け惜しみか。俺はこのままシーナの体を探し出して、この研究所から脱出させてもらうぞ。切れ者め、己が地に溺れ、取り返しのつかぬ軍を犯したことにも気がつかぬ。なんだ。アイリスの暴走、その理由を教えてやる。二宮シーナの見えるか。これが証拠の写真だ。二宮椎名は半年前にこの施設を脱走しようとして射殺された。アイリスの教育係として良い働きをしていたのだがな。ある日アファシスの10万人拉致とニューラルデバイスの無慈悲な研究培養液の被検体どもを救出しようと、この崇高なる装置をあろうことか破壊しようとしたので、ちょうど貴様の立っているその場所だ。ハチの巣にされボロ雑巾のようにくしゃくしゃになって死んだよ。中身が全部出た汚らしい死体だった。Thank you.
中にいたシーナはタルーデンスが気まぐれに復活させ、データ上に彼女の記憶をプレイヤーとして蘇らせただけの存在だ。そして死体も処分され、すでにこの世には存在しない。現代我が宗派の成り立ちは聖エメラルドタブレットに端を発する。そこにはいずれ来る世界の終末への心得が描かれているが、錬金の秘術により生命をこの世に降臨させることを目的、神の啓示によりその命を生み出す行為に答えはあると信託を得たからだ。繰り返される実験と錬成、やがて錬金術は科学の発展にも寄与し、研鑽の過程でアファシスは富を得、マグル社を、それにより生命心臓の研究はさらに進化する。全ては生み出されたルーデンスは世界に希望と絶望、どちらをもたらすかわからぬ存在だった。彼らは暴走し、世界の崩壊を求め、アイリスの心があれば、あるいは彼らをコントロールし、人類は救われるどころか、さらなる進化を求めることもできたやもしれぬ。世界はもう終わりだ、水出しやら。貴様が固くなり合い、二宮椎名がこの世から精神体すら消滅したのも、世界中の民がこうして崩壊の犠牲。お前が消したんだ。やめてくれ。俺はどうすればいい。二宮椎名は救えなかったが、貴様の手元にはまだ最後の、何、アイリスの心を渡せ。世界の命運はお前の最後の選択にかかっている。俺たちは何のためにこれを守ってきたんだ。トキガも、宗像さんも、リンさんも。これ以上世界をかき回すな。我ら教団の崇高なる理念を受け入れるのだ。さあ、渡せ。シーナ、こんなところに一人で監禁されて、アファシスの悪事をし、拉致された人たちを助けるために自分だけで立ち向かおうとしたなんて、機械を壊そうとしたって、お前そんな勇気振り絞って頑張ったのかよ。怖がりのお前が、泣き虫のお前が。どうした、迷うことではない。でもなんで俺のところに送られてきたんだ。そのシーナに懐いていた情報生命アイリスの意志、拉致されて心細かったシーナがアイリスの心を開いて語る身内はあんたのことだったとかじゃないの。シーナ、
お前が守ろうとしたアイリスだ。俺も守ってやらなきゃよ。水出し！侵入者を感知。コアエリアにつながる全てのゲートを取っ。嘘だろ。時は、リンさん、宗像さん。うくそ、こんな、なんでこんなことに。みんな死んだ。もう、誰もいなくなった。全部俺のせいじゃねえかよ。ちくしょう、殺せ化け物ども。俺を殺せよ。来いよ、殺せ。オデッセイの世界が完全に融合しているのか。いや、考えても無駄か。俺はもう死。大丈夫ですか？無茶すんなよ、エニグマ。ここで諦めるなんて君らしくないな。誰だ？いや、その顔見覚えがあるぞ。お前ら、しっかりしてよ、エニグマ。
ルシルだよ。リリーです。アルだよ。メイ。クレアだ。やっと会えたな。セリカですよ。嘘だ。エニグマ、泣いてますか？泣くかよ。お前らなんで生きてるんだ。わかりませんが、目覚める瞬間に電子音声でエンディングログアウトというものが発生したと聞きました。なんだって？社長からメール？社長！戻せと上の世界って何？神様でも出てくるの？さすがにそれはないだろうな。ルーデンスに会えば叶うというな。ストレッ、あそこにまた。しかしオデッセイの世界からはもう私たちはログアウトしたし。空を見てみろ。あれはオデッセイや。現実とゲームの世界はルーデンスの上で完全に混ぜられている。お、光る亀裂が。これ向こうでエニグマが使ってたワープバグじゃないですか。てか何それ、空中に文字が書けるの？そのペン自分でも驚いてる。よし、これでストレインエリアに行く。お前らはどうする？目を覚ました研究所の中で声が聞こえていた。死んだ、死んだのか。俺は何でも。たもちろん一緒に行くわ。行かないわけがないだろよ。同行しよう。立てセリカ、君も行くだろう。オーケー、伝説の冒険家セリカちゃんに戻りますかね。急ごう、シーナに会いたい。私は残念ながらここまでだ。すまない。着いたぞ。私たちの姿が。オ
デッセイのキャラクターになっているな。この椅子、お尻痛いんだけど。現実とゲームが融合している。どうやら真実のようね。ルーデンス！答えろ。なぜこんなことをした？お前たちの目的は何だ？アイリスの望んだことだからよ。何？この世界も、あなたたちの現実の世界も、すべてを破壊して、全部なくして、二宮シーナと二人きりの世界を作ること。だから私たちは、二つの世界を融合させるために、あなた方の世界を構成する言語からオカルトのデータを集めて盗んだ。構成言語の解析はできたのか？はい、もう完璧です。あなたの古文書や術式修正ペンなどなくても、こうして世界融合に成功しました。世界を巻き戻す、デグレードに協力しろと言ったの。笑わせるな。貴様はアイリスが二宮シーナを通して信頼を置く人間だから。あの方の望みの邪魔をするなら、ここで塵と化してくれる。エニグマ。アリス、お前たちは間違っている。え？シーナから聞いたんだ。暴走したアイリスのかけら、エントマクイーンたちを倒すたび、記憶、あれはつまりシーナではなくアイリスの記憶だったんだ。悲惨な出来事ばかりじゃない。彼女の思いは決して破壊を望むものではなかったはずだ。嘘をつけよこの野郎。アイリスを傷つけた現実世界の悪魔どもはみんな滅ぼされて叱るべきなんだ。僕は絶対許さないぞ。カース、感情というものを学べば学ぶほど、お前らの顔を見ているだけでヘドとクソが出る。アリス、信用するな。アラタ様、残念ですが、もう世界の崩壊は止められません。このまま突き進むのみです。聞く耳を持つとは思わなかったさ。じゃあよ、本人に聞いてみようぜ。その箱は、意外と見たことがなかったか。これがこのオデッセイを生み出した機械だ。Thank you.
マーターズたちが集まってくる。驚きました。この世界とゲームの世界にいるエントマたちが集結していますわ。ここはストレインエリアが破壊されました。ここは現実世界です。みんな無事か？なんとか。アイリスはどうなったんだ？あの子は暴走したエントマの結合体となってあそこへ。私たちの声も受け付けなかった。アイリスの意思はもう判断できません。アラタ様、あの子の望み、その答えはあなたの行動の結果に委ねます。とてもとても苦しんでる。激しい悲しみに身を焼かれていただなんて。どうかお願い、止めてあげてください。任せろ。俺たちをあそこへ送ってくれるか？わかりました。ではその前に。存在しない。でもオデッセイの世界なら私たちの力で存在させることができます。世界が融合しているからこそ彼女はこうして存在できる。現実世界を救うために。どうするかはアイリスの暴走を止めてから決めるさ。お前たちにまず歌詞を作る。シーナ、シーナ起きろ。あの子は最上階にいるようです。
ここにターミナルを設置しました。あの天空都市へはここから赴けます。あの…って…うわ、空にオデッセイア？なんで？現実の世界でしょ、ここ。あそこにアイリスがいるんだ。詳しいことは言ってから説明する。急ごう、みんな。はい、はい、いえ、アラタ様はここでシーナたちのように武装をしていない。生身のあなたが言っても即殺されてしまいます。またエニグマ君かよ。わかりました、行ってきます。アイリス、そうなの、そこにいるのね。今会いに行くわ。みんな気をつけて進んでくれ。そこは現実だ。オーケー、気をつけるよ。わかりました、エニグマ。ねえ、水無しさん、やっぱりその姿の方が馴染みますね。はいはい、クマで行きますよ。クマかわいい。